まれてここの位置でやるんではなくて一歩踏み込んでから転換をしっかりしてください。If the small from the same position as your grab, move in.相手を見ながらこう転換するんではなくて、一歩相手転換した瞬間に反対を向きましょう。その方がしっかりと転換ができます。はい、転換法です。どうぞ。そこを意識しながらやっていただけたらと思います。これも相手が打ってきたのを止めるんではなくて瞬間前に出てください。Go into to your partner. Same for us as well.さばいたときに相手が自分の前に来るようにさばいてI'm
腕の力だけに頼らないで体全体を使って相手崩してください。裏は相手の側面に今日は入りましょう。今の横に相手の側面に入る動き、横目のこの動きと一緒です。それを意識しながらやっていく。掴まれた瞬間も当て身を出る。相手が立ってやるときと先ほども言いましたけど立ってやるときと一緒です。今日は表だけやりましょう。これが立ってやると動きが一緒です。間合いが少し変わりますから後ろ足から今出ていますけど、座ってやっても立ってやっても動きは一緒です。はい、ハミハンダッチ片手取り。裏もやりたいんだけど今日は非常に人数が多いので表だけを周り見ながらやってください。これを側面に入り見すると同時に足が入る。受け身の人はちゃんと防ぐ。自分の前で相手を制してそれから前に投げる。はい、片手ドリル近くに投げてください。これが合わさって、技になっているということをこの1時間やってきました。例えばこの3つかめこういう振り上げるこの時この呼吸法、呼吸力が使われています。This movement, we use 呼吸法、全部つながってます。These are all interrelated. バラバラに考えないで、全部つながっていることを意識しながら、これからまた稽古していただけたらと思います。Please don't think of them one by one, but use them all in your movements. で、最後に呼吸法をやって終わりたいと思います。I would like to end with 呼吸法。全部他の技にもつながっていることを意識しながらやってください。Please remember that this movement is also used in other techniques.